サメカエリです。マミです。今日はですね、皆さん洗濯機についてお話ししたいと思います。なになに？そう、マミちゃん自分で洗濯してますか？あ、たまにします。たまになんだね。タイに来てから洗濯で悩み始めたっていう方結構多いと思うんですよ。最近洗濯機で悩んだことない？ありますよ、もうすでに。洗濯機なんかたまにしてても、うん、香りが出ないとか。ああ、そう、柔軟剤香りがいいやつ使っても出ないとかあるよね。あとやばい時にちょっとですね、匂いが、うん、なんていうの、臭い、ちょっと臭い、ちょっと臭い。特にね、今撮影時雨季だったりもして、もう洗濯機の悩みが尽きないんですよ。特に私みたいにこう白い T シャツとか洗うと1日でもなんか灰色になったりするの。そういう時は嫌ですよ。ね、本当に本当に何回もね、タイの洗濯機に対して私は悲しい思いをしてきました。でも、すいません、そんなでもね、そんな悲しみを救ってくれる洗濯機クリーニングの会社があるそうなんです。え、そんな解決できるの？ねえ、もうちょっと実際見てみないとわからないので、今日は洗濯機クリーニングをさせてくれるという方のご自宅にやってきました。では早速そちらの方に行ってみましょう。今日、洗濯槽クリーニングをやらせてくれるご自宅へ伺っていきたいと思います。鈴木さんのお宅です。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、こちらが今日ですね、実際に洗濯機クリーニングをする洗濯機です。鈴木さん、今ってこうリアルにこう洗濯機に対するお悩みとかってあるんですか？比較的新しい洗濯機なんですけど、うん、外置きのせいかちょっと匂いが気になって。あ、匂い。自分で市販で売ってる洗濯槽クリーナーを使ってみたんですけど、それを使ってから調子が悪くなってしまって、多分何かが詰まったんじゃないかなっていうふうに。それもあって今回やっぱりプロにお願いしなきゃ無理だなと思って、うんうん、そうですよね。やっぱり洗濯機ってさ、自分では分からないじゃん、見ても分からないでしょうね。ね、いろんなお悩み、うん、本当に皆さんたくさんあると思うんですけれども、そういったね、リアルにこう匂いがちょっととか、洗濯槽クリーナー自分でやってみたけどあんまり効き目がないとか、結構そういう方多いと思うんですよね。ただもう自分でやってもね、どうしようもないので、皆さんもう手っ取り早く業者さんを呼びましょう。ということで今日はですね、 UB ライフという洗濯機のクリーニングをしてくれる会社の方を呼んでいます。では UB ライフの野村さん、お願いします。お願いします。日本人のスタッフさんもいるんだね。あ、こちらはタイの会社ですよね？はい、私たちはタイの、はい、タイにある会社ですけれども、あの日本人経営で日本人のスタッフさんがいますので、とっても安心です。まずですね、この UB ライフについてちょっと教えていただいてもいいですか？はい、弊社、UB ライフはですね、タイで生活される日本人の皆様の水回りのトラブルに対して、解決することを生業にしております。で、一応内容としては主に浄水器、それ以外に今特に人気なのが洗濯機のクリーニング、それ以外もいろいろクリーニングはやっているので、うん、気になる方はよかったらご連絡いただければと思います。はい、日本人だけじゃなくてもいいんですよね、お客さん。全く、はい、全ての国の方に対応するスタッフを揃えております。タイ人も OK ですよ。すごい、はい、こういう会社があるから心強いです ね、 ね、ありがたい、ね、安心できる。では今日はですね、あの、はい、こちら洗濯機クリーニングということなんですけれども、はい、実際にね、やったことがない人だと本当に何をどうクリーニングするのかっていうのは、うん、でどんなことに効き目があるのかってわからないので、わかりやすくご説明していただければ嬉しいです。承知いたしました。一応弊社の洗濯機の分解洗浄ですね。で、やはりあの洗濯機を使う際ですね、タイで生活される方はこうサービスアパートメント、アパートメント、あと主にコンドミニアムですね、以前どんな使い方をされていた洗濯機か全くわからない、そしてこう洗濯機をこうずっと使い続けていくとですね、こう洗剤の残りカスとかが自分で掃除できないようなところにこびりついてしまう、そういったものを弊社のエンジニアがですね、こう分解して高圧水蒸圧、水を強く当ててこう汚れを落としてこうきれいにして、そうするとですね、こう匂いとか、あとはこう洗濯終わった後のこう不快感といったものがこうなくなってですね、気持ちよく洗濯していけるような洗濯機にできるかなというところでやっております。やっぱり日本での洗濯とタイでの洗濯ってちょっと皆さんお悩みが違うんですかね？そうですね、水道水が日本とタイで全然違うというところもあるので、洗剤もですね、うん、もう日本のものをタイで使ったりすると効果がなかったりとか、結構洗濯自体はいろいろ、はい、あの奥が深いところになってくるので、
タイならではのこう困りごとに関しては弊社のスタッフが熟知しておりますので、うん、はい、何でもご依頼いただいたら、はい、その場でご説明もいたしますので、はい、ねえ、ありがたいです。実際こうやって説明を日本語で受けることができますので、皆さんこう気軽にお問い合わせしてみてください。ではもう早速洗濯槽クリーニングやってほしいと思います。ちょっとやってみないとね、私たちも汚れ、綺麗さどうなるかっていうのもわからないので、うん、ではお願いします。お願いします。では文化洗浄させていただきます。今分解が終わりました。じゃーん、すごいね。すごいですね。これでも新しい洗濯機でしたよね。うん、結構まだ使って浅いって、うん、でもこんな汚れてるって、ね、ちょっと不思議っていうか怖くなってくるね。これってちょっとご説明いただいてもいいですか。そうですね、洗濯機を洗剤使っていく中でですね、こう洗剤だったりがこのようにですね、どうしてもこびりついてしまうので、やはり定期的なクリーニングは必要かなというところで、うん、一応こういう感じでどんなに使ってても本当にこの白い、何これ、何ですか、これ何、これが全て洗剤のカスですね。おお、普段使ってる洗剤のカスが溜まっていくんですね、はい、そういうことでございます。怖いね。これちょっとね、今すぐ家帰って確認したいよね。確認したいよ。ただこれ自分では確認できないので、皆さん業者さんに頼りましょう、うん、一応こういったオレンジのこうついたものもこう水垢ですね、はい、やはり水を使うので、そのまま水湿気がとどまった状態だとこういった感じで赤のようなものが多いです、うん、すごい。まだ新しい洗濯機でもこれだけ汚れるって。そうですよね、なんか知らないうちに洗濯機してる私たちの服がこういう汚れに、ね、こういうのでどんどん汚れていくらしいので、ここからは洗浄になるんですね。そうですね、これの汚れを落としていく作業を始めていきたいと思います。ねえ、鈴木さんどうですか。もう新品みたいになって嬉しいです。ねえ、これってどういう風に今お掃除をしてどういう状況になってるんでしょうか。一応分解させていただいたものを水圧の高い高圧水蒸気でこう水で汚れを飛ばしていって、で今本当に新品側の状態で汚れも完全に飛ばした状態でこれを組み立てわー、すごい。なので調子が悪くても皆さん買い替えなくていいですよ。しっかりクリーニングすれば新品のように戻ります。
ようやくですね、この洗濯機クリーニングが終わりました。すごかったね、とっても丁寧だった。すごかったの、ビフォーとアフターがもうびっくりしましたね。え、まさかさ、自分では絶対できないようなことばっかりだったので、本当今回頼んでよかったんだと思います。実際どうでしたか、鈴木さん。新品みたいになってよかったです。綺麗に使ってるつもりだったんですけど、いろいろ詰まってたりとかして、これはもう絶対自分じゃ取れなかったので、ね、お願いしてよかったです。よかったですね。本当いろんな洗濯機のお悩みがある方が多いと思うんですけど、まずは UB さんにご相談すれば大丈夫ですかね。そうですね、あの洗濯機、匂いとかそういったもう何でも小さいところからもう言っていただければ、うん、あの弊社のスタッフが対応させていただきますので、うん、ありがとうございます。なんといっても日本語がね対応でなっておりますので。ちなみにこの洗濯クリーニングは年に何回やるのがいいとかっておすすめありますか。分解洗浄は年1回して、でその後半年ごとにですね、あの薬品洗浄でやっていくのを一応弊社としては進めさせていただいております。はい、なるほど。でそしてなんと今回こちらのタイ駐在チャンネルを見てくれている方にプロモーションがあるんですよね。はい、今回ご用意させていただいたのは、駐在チャンネルを見た後いただけましたら、初回プロモーションをさせていただければと思いますので、皆さん、タイ駐在チャンネルを見てくれた皆さんにはこちらのプロモーション価格で準備できるということで、ぜひ皆さんお問い合わせください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の動画が良かったらいいねボタン押してね。気になることがあったらどんどんコメント欄に質問してね。チャンネル登録もよろしくね。